今回は暗い幼少期を経験していたあの宰相、彼の名前は近衛文麿。戦時中に3度も内閣総理大臣を務めるも日中戦争勃発などに関して弱腰が定説となっている人物ですが、そんな彼の出演には幼少期が関係していたかもしれません。彼の警護は自分の子供が家督を継げないという理由から彼を疎ましく扱います。さらに13歳の頃に父親が亡くなり、家督とともに莫大な借金を相続したことから苦悩が加速してしまう羽目に、病みそうな幼少期ですよね。